はい、どうも、こんばんは。おはようございます。みつです。久々のドラクエの実況ですね。やっていきたいと思います。確か、第6回目かな、よろしくお願いします。風邪ひいて、ちょっと声が出ないんですが、撮れる時に撮っておきたいと思ったので、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。シュタインコに行くんだったよな。なんか、北に行けみたいなこと言われたんで、どんどん北に行きます。声が枯れてるのと、同時に鼻が詰まってるっていうね、最悪な状態で撮るんだな。なんかね、体弱くなってますね。で、一応集められるだけの装備は集めてきました。こんな感じです。一応現段階で買える武器防具で最強のものは作りました。作ったというか買いました。ひどい。ひどい。もうだいぶ強くなりましたよ。どんどん下に行けばいいんだよな。まあ、道なりに行けば着きますね、勝手に。黒騎士をぶっ飛ばしに行きたいと思いますよ。ね。よいしょ。まあ出る敵は変わんないので。これではないのかな。これ?あれ?なんか無理ついちゃった。これ違うな。エラフィタ村についちゃった。さらに北?こっち?あ、違う。行き過ぎた。戻れ。ああ。こっちだな。あ、ここだ。黒騎士が姫様を待ってる場所ってここ?っていうか、黒騎士なんていなくない?呼んどいていないってどういうこと?どうする?みつ。もうちょっとここで待っとく?ちょっと待ってみようか。来ないんじゃね?話になんね。夜になった。あ、夜に来れば、一発、今のイベントがないんだな。っていうか、黒騎士来ないし、女子との約束ブッチするなんてありえないんですけど。私たちもう帰ってよくない?王様には黒騎士なんていなかったって言っとけばいいし。なんつって振り返れば奴がいるみたいな。マジっすかいた。かっこいい。おお。誰だ貴様。貴様に用はない。姫君はどこだ。姫君を出せ。我が麗しの姫を。町の人が言ってましたね。仮面の下が骸骨だって。さあ、ボス戦ですね。攻撃。どうしようかな。とりあえず、行きましょう。OK。おりゃ。ルカニアって19か。結構強いな。いで。まあ、多分負けることはないと思います。OK。あ、待った。ちょっと待って。これの方がいいな。まずピオリムかけて、素早さ上げといて、おりゃ。そうか、まだバイキルとかねえからな。やりにくいな。サミダレ好き。いてててててて。おりゃ。聞くかな。オッケー。
稲妻好き。うわ、強いんじゃないか。ギャーギャー。とりあえず全員にスカラーをかけといて、早くスクルト覚えねえかな。ワインかけて、これで素早さはもう申し分ないでしょう。おりゃ、まあでもそこまで強いってわけじゃねえな。勝てる勝てるね。メラ行きましょう。ドーン18か。いてててて。なかなかしぶとい。することねえか。キャド効くのかな。あんま効かねえな。やっぱメラの方が強いんだな。よし、オッケー、会社の地域、かっこいい。オッケー。お、チューボさんレベル上がった。青いもレベル上がった。鉄の古典。ほーん。倒したぜ。何故姫君は貴様のようなものを私の元へ使わした。メリア姫、メリア姫誰？もう私のことを、さっき交わした約束は偽りだったというか。ねえ、ミツ、この騎士キモくない？メリアって誰？確かあの姫の名前はフィオーネ。メリアなんて名前じゃないんですけど。それは誠か。なんで私が見えんの？マジびっくりしたんですけど。なあ、教えてくれ。あの城にいたのはメリア姫ではなく、別のものだったというのは本当か？そうね。なんてことだ。あの姫君はメリア姫ではなかったのか？言われてみれば、彼女はルディアの王家の代々伝わるあの首飾りをしていなかった。私は深い眠りについていた。そしてあの大地震とともに何かから解き放たれるようにこの見知らぬ地で目覚めたのだ。しかしその時の私は自分が何者かわからないほど記憶を失っていた。そんな折、あの異国の姫を見かけ、自分とメリア姫のことを思い出したのだ。私の名はレオコーン・ホー。そしてメリア姫というのは我が祖国ルディアの王国の姫。私とメリア姫は永遠の愛を誓い、祖国での婚礼を控えていたながらだった。え、じゃあ何？ぶっちゃけ、この黒騎士はフィオーネ姫と元カノ間違いだったわけ？どんだけ似てたのよ、フィオーネ姫とメリア姫って。いずれにせよ、私は自らの過ちを正すため、今一度あの城へ行かねばなるまいな。ねえ、ミツ、やめた方がいいよ。またややこしくなるだけだって。ややこしくなる？それもそうだな。では、そのたらの方から城の者へ伝えておいてくれないか。もう城には近づかないと。ルディアの城ではきっと本当のメリア姫が私の帰りを待っているはず。私はルディアナを探すとしよう。なるほどね。いなくなっちゃった。じゃあ、これで戻ればいいんだな。ルーラー覚えてないんかい。戻りましょう。あれ、ルーラーって覚えてなかったっけ。覚えてないか。いいや。じゃあキメラの翼使おう。セントシュタイン、ボイーボイーン。うん、夜って城入れたっけ？ビビってねえよ。報告。マジか。いや、リカちゃんとこに寝よう。さーてと、
行きますかね。これで城にも入れるはずだから報告しましょう。黒騎士倒したよ。フィオネ姫、お父様、お母様、やはり私があの騎士のもとへ。うん、フィオーネ。バカモン、泣くやつがあるか。あの黒騎士のもとへ行くことなど断じて わしが許さんわ。まったく。やっぱ可愛いな、フィオーネ姫。超可愛いもん。おお、ミツ、待ちわびたぞ。さあ、早くこちらへ。フィオネ姫。ああ、ミツ様、よくぞご無事で私ほっといたしましたわ。王様。ミツよ、よくぞ戻った。黒騎士の件どうであった。さあ、わしに話を聞かせておくれ。レオコンのことを王様たちにすべて話した。何、黒騎士は記憶をなくし、フィオネのことを婚約者と耳間違えていただけだったと。やつはルディアノという国を探しているため、もうこの城には近づかないというのか。お主はその言葉を信じて帰ってきたのか。そんな口から出まかせに決まっておろう。皆様、なぜそこまであの騎士のことを悪く言うのです。ふん、ルディアノという国などわしは聞いたことがない。やつはデタラメを言っているんじゃ。よいか、ミツ、やつはフィオーネを狙っていずれまたこの城にやってくる腹積もりよ。黒騎士の息の根を止めるまではお主への褒美をお預けじゃ。なぜ信じてあげられないの。本当に国に帰れず困っているかもしれないのに。フィオネ、すべてお前のことを思っていることだ。聞き分けなさい。逆に王様が聞き分けろよ。ああ、また行っちゃったよ。おい、フィオネ。悪い奴には見えなかったけどね。肩入れというかね。あ、いた。ミツ様、私お話ししたいことがあるのです。大きな声では言えませんので、そこの扉を出て東にある私の部屋まで来てください。ルディアの王国のことです。なんか知ってんのかな。お姫様、よいしょ。いたいた。その前に何もない。お呼び立てして申し訳ありません。この話を父に聞かれるとまた反対されるだけですから。実は私、ルディアの王国のことを耳にしたことがあるのです。昔バーヤが歌ってくれたわらべ歌の中にルディアノという国の名前が出てきたのです。もしかしたらその歌が何か手がかりになるかもしれません。バーヤは今彼女のふるさとエラフィタの村にいます。ああ、さっき間違えて入っちゃったとこだな。エラフィタはシュタイン湖の西の方にある小さな村。あの黒騎士は父の言うような悪い人ではありません。そんな気がしてならないのです。ミツ様、どうかあの方のお力になってあげてください。わかりました。同じか。わかりました、姫様。行ってきます。やっぱね、可愛い子のお願いは聞いてあげないとね。さあ、じゃあエラフィタに行けばいいんだな。じゃあ一貫行ってるから多分ルーラーじゃねえや。キメラで行けんじゃね。ほら、行きまーす。便利。さあ、改めて、エラフィタの村です。アンレマ、こんな田舎の村に旅人さんとは珍しいじゃないな。ここはエラフィタの村だよ。今は草木も色づいていい自分だで、ゆっくりしていくといいさんね。立派な像のようだが、すっかり壊れてしまっている。宿屋があって、いいよ。なんか、お、これは壊しがいのある壺だな。お、薬草。
おりゃららららら。薬草。牛の糞、馬じゃねえんだ。こんなもんか。よ。ここは何？ん？誰？ああ、すいません。こんなホラー穴みたいなとこですが。ええー、家なのここ。お金がないって辛いですけど、貧乏には負けません。でもちょっとくじけそうで、こんな悲しい私を応援してはいただけませんか？お金をくれとは言いません。応援してるその気持ちだけで私は頑張れると思うんです。おう、頑張れー。頑張って。今のはこれじゃない。ちょっと待って。あれ、仕草でどうやったんだっけ。これか。例えばガッツポーズとか。仕草の登録ですね。応援というのは。確か、これだ。これでいろいろ、なんか、動作ができるんですよね。さて。とりあえずは探索。お邪魔。ドン。フィオーネ姫の、ん？フィオーネ姫様のバーヤを探してるって？そりゃ私の母さんのことだね。城に仕えてたそんなばあちゃんといえば、この村じゃ有名だよ。今は村の奥にあるクロエさんのところへ遊びに行ってる。へぇ、クロエさん。失礼。何もないんかい。そなばあちゃん。へぇ。はて、あんたみたいな負けんもんが起こったな場所に何しに来たんだね。ほうほう、この地に伝わるわらべ歌を聞きに来たっちゅんか。そんならそのばあちゃんにお願いするんが一番だべ。村を代表する歌の名手だでな。やっぱそのばあちゃんだな。猫ちゃん。女の子。猫じゃない。へぇ。道具屋。何やってるかなー。おお、マジか。どうしようかなその都度その都度さ、新しい防具買ったらキリないよな。いっか、しばらくは。詰まったら買おう。教会とりあえずセーブしとこう。もうちょっと進めます。なんかあるかな。なんもない。おっさん、エラフィタの歴史はとっても古い。この村が何百年も続いているのは村の中央にあるご神木様のおかげかもしんねえな。お、捨ててこパンツいらんわ。いらんわ、捨ててこパンツは。これがそのご神木ってやつは。でかっ。おお、旅人さんかい。せっかくエラフィタに来たんだ。このご神木を拝んでいってくれよ。この木はよ、何百年も昔からここの村人たちは見守ってきたのだ。何でもできん話だと思わんねんか。へえ、すごいな。おじいちゃん、サナちゃんが遊びに来とるからうちの中は賑やかじゃわい。わしがこんなとこにいるのは決して追い出されたわけじゃないからの。追い出されたんだな。じゃあそのばあちゃん、どっちがそんな右左。まあそのちゃんたらまた昔の話を持ち出して。クロエちゃん、私はねあんたのこと羨ましく思ったもんだよ。おや、左がそのばあちゃんか。あらあら、お客さんどうぞこちらにいらっしゃって。待ってね。なんもねんかい。なんもないんかい。月刊石の友。月刊石の友第29号。特集、世界の石切り場を訪ねて、人気の石材ベスト100発表。興味ねえ。どっちこっち？こっちは黒いばあさんね。
昔お城に勤めてたおばあさん。ああ、それはそなちゃんのことね。私の向かいに座ってんのがそのおばあちゃんですよ。お、見かけぬらず優しいおばあちゃんですね。ええ、私がフィヨンネ様の場合をしてたものですじゃ。一体何用ですかね。はあ、小さい頃の姫様に歌ってあげてて、わらべ歌を聴かせてほしいとね。いいですとも、いいですとも。あの、今声が枯れてるからこういう声出せますけど、普段出せないっすよ。それじゃあ、クロエちゃん、愛の手お願いしていいかの。黒バラバラベ歌だね。お安いご用さ。それじゃあ、行くよ。よいよいよいとな。闇に潜んだ魔物を狩りに、黒バラの騎士立ち上がる。見事魔物を打ち滅ぼせば、白百合姫と結ばれる。騎士の帰りを待ちかねて、城中みんなで宴の準備。あ、それ、それから騎士様どうなった、それ北行く鳥を伝えておくれ。ルディアノで待つ白百合姫に黒バラ散ったと伝えておくれ。北行く鳥を伝えておくれ。黒バラ散ったと伝えておくれ。へえ。と、こんな感じじゃが、満足してもらえましたかね。ところで、こんな歌をどうしてわざわざ聞きに来たんですかの。ほうほう、ルディアノという国のありかを知りたかったと。ならばポイントは北行く鳥よのフレーズですね。歌に出てくる鳥と同じように北に向かってみてはいかがですかの。また北に行くのか。なるほどね。じゃあちょっと今回はここまでにしておいて、次回ですね、ここエラフィタムの村からですね、北の、おっと、おいおい、今終わりにしようと思ったんだけど、だ、誰か助けてくれ。なんだなんだ、おお、黒騎士来た、うひゃー来たー、ひえー、お助け。キコリよ、なぜ逃げる。私は話を聞きたかっただけだ。お前には何もしない、安心しろ。嘘こくでね、ほら森の中であんたのことを探してる女の魔物に出会っただ。真っ赤な目を光らせながら、我がしもべ黒い騎士を見なかったかってよ。あんた、あの魔物のしもべなんだろ。この私が魔物のしもべだと、何をバカなこと。そなたは確かミツと申したな。なぜこのような場所にいるんだ。おばあさんの歌を聞きに来ましたよ。そうか、ルディアの王国の手がかりを。こんな私のためにすまない。それで何か分かったのか。黒バラの騎士、確かにルディアノではそう呼ばれていたが、そなたがなぜそれを。何、私のことがわらべ歌になっていただと。どういうことだ。私がおとぎの国の住人だとでも言うのか。北行く鳥、わらべ歌にあった手がかりはそれだけか。よかろう、ならば北行く鳥を追うことにしよう。真実をつかむためにな。さっきの赤い目をした魔物ってなんだろうね。なんだろうね。じゃあ今度こそ、今回はここまでにしておきたいと思います。ツイッターとブログ相変わらずやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。では次回の実況でお会いしましょう。バイバーイ。